子保健と福祉の事業を続けている恩師財団母子愛育会が主催する第22回愛育班員全国大会が三笠宮妃殿下出席のもと4月25日日比谷公会堂で開催されました。本日ここに総裁三笠宮妃殿下のご臨席を仰ぐ第22回の愛育班員全国大会を開催いたしましたところ、公務ご多忙の折にもかかわりませず、関係各方面から多数の来賓の方々のご参列をいただきました。また全国各地からは愛育班員の方々をその他約2000名の方々のご参加を得ました。このように盛大に開会することができましたことは誠に感謝に堪えないことでありました。厚く御礼を申し上げます。愛育班員の皆様方が長年にわたりそれぞれの地域で母子の保健と福祉の向上のためにたゆまぬ活動により大きな成果を上げておられますことは誠に尊く心強いことに思います。ここに日頃の皆様方のご努力に心から感謝するとともに、今後もますます愛育班活動を進められ地域の人々の健康と福祉の発展のため活躍されることを望みます。表彰状、新潟県君吉子殿第22回愛育班員三笠宮妃殿下のお言葉の後、愛育班活動の促進に功績のあった育成者と班員12人が表彰されました。恩師財団保守愛育会総裁、皆さんこんにちは。ご視聴なさいました方々のご苦労に対しまして、厚くお礼申し上げます。何が幸いするか分かりませんが、私は結果論者でありますが、目的を考えないんです。そこで、大事なことはですね、日本は皇室あっての日本なんです。神武天皇以来百何十代ですね。それだから世界ナンバーワンなんですが、これを忘れていけない。それについてはですね、国旗国家をと米とセットギルド人情と親孝行、これをですね、私は教育してくれと言うとおるんです。それで私はですね、中間も取りません。日野原博士は私の主治医なんで、それ年に2、3週間中間取ってるので言いますから、時間がないから取れない。いつ取るんですかと。教科は死んでからまとめてもらうんだ。世界の人々の健康を願い、青少年育成にたゆまぬ努力を続け、地球を舞台に民間外交の輪を世界に広める笹川会長。世界は一家、人類皆平定姉妹をモットーに、世界の恒久的平和を願う笹川会長の大いなる日々は今日も続く。